第38期邦戦 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説は現方位佐々木久人が務めます。久人さんよろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第38期邦戦 A1 リーグ第4節シータク3回戦東杯の開始です。立ち合いに猿川雅俊の合図で3回戦が開始となります。3回戦はちーちゃんに沢崎、なんちゃに今野、シャーチャ、杉浦、ペーチャ、前田、トン一曲、ドラは言いそうです。さあ久さん、はい、前田が好調でしたね。2回戦は一発上がってから、はい、グッと持ってきましたね。はい、これで本日のトータルもかなり平たくなって、まあ、今野が一人浮きで宅内トップとなっております。まあおそらく勘介くんがギャンソリッチどうだったかなと思ってんじゃないかと思うんで、はい、はい、これは九死九敗でしょう。さあ杉浦が九死九敗を宣言して流局となります。プロ連盟公式ルールは途中流局がありとなっております。こちら前田のハイパイ、そして沢崎、今野が良かったですね。いいね、はい、ざけんなよおいこれで言った今野が怒ってるんじゃないですか。さあ、一本場となりまして沢崎の連チャンです。ドラは3万ダブトントイツ、ドラ受けがある、ドラがある。おー、ドラ来た。最後のドラは気持ちいい。さあ今野悪い、おい勘介ふざけんなと思ってますよねこれそして杉浦はいいぞ、単品系だ。トーンは山に2枚ですね。はい、沢崎もチャンス。さあジャントー候補もできました。今度は初がといつ、うわー嬉しい、これは嬉しい。もういい班どこか、いい班かりゃん班どこかでつけたいが、まあ、3色も見えますしドラ引けば使えますし、やっぱいいですよね杉浦の手配は。はい、こちらです。3色だと仕事ですかね。そうですね、まあ、まあでも面単品になればいいんじゃないでしょうか。はい、はい、3と1です。今のいい紛りピンはつもぎり杉浦、前田はメンツがまだありません。さあ沢崎が7、8、9のいいシャンテン、これはダブトンはポンですかね、さすがにだと思いますけどね、はい、久さんもポンですか。はい、はい、ローソー引いたら台無しになっちゃうからね。台無しですね。さあ沢崎いいシャンテン、杉浦もいいシャンテンです。両面三面ちゃん、トンが深い、まだ顔を出しません。テンパイ、これはリーチか読み点か、リーチに行く。さあスチマ場に0枚手配に3、4、4山です。そして降りない男がここにいます。あでもこれはパーピンキューピンかもしれない。いや、沢崎は嘘をつな、うん、入り目ですね。はい、入り目です。嘘を打つことによって上がりが出てきますよ、うん、手配の可能性もね、はい、たくさんあるんで。パーピンちゃうと狭まっちゃうもんね。そうなんですよ、3色も消えちゃうし、うん、勝負なら
ね、風速バシッと、はい、さあ数万積もった、これは九死九敗からの嬉しい上がり、リーチツモ単葉ピンフで1300、2600、一本場です。あと2曲、このまま野番となります。ドラはローソー、いいぞ、こんなのハイパイちゃんパイが多くある。おー、最後の2枚もいい、1メンツですが、ドラ受けもありますし、打点も十分見えます。さあ、杉浦は自敗が多い、前田も単独の自敗が多いですね、ただ一面ずつ、はい、また無理そうです、はい、あら平茶ですね、はい、面白いハイパイ、ペア、これはスルーなんですね、うん、沢崎1枚目はスルーしていった。ていく手ではないか。さあ、前田は2面詰めが完成、ここはさすがに自敗を打っていく。さあ、ペンちゃん洗ってきましたね、まあ、本一本線でしょうね。うん、そうです ね、ペイを仕掛けていけば8000も見えるし、はい、はい、圧ができましたが、払っていくんでしょうか。さあ、換算層引き入れた、ここはションパイから切っていった、うん、自敗が重たい前田、さあ、両面ターツが増えてきますが、うん、ここで初を使います。3000パイの初を切り出していく。ダブトンは打たなかったですね、うん、さあ、前田にトンが重なりました。ようやく想像引いたが、ここは3枚入れの初を打っていく。さあ、この2面詰め完成、チーソーもありますよね。ありますね、おー、はい、チーソーだ。茶ですよ、ポンシャー、はい、いいシャンテンです。ポンしてドラ切りですね、うん、さあ、沢崎、ここで本一は見切っていく。ドラが重なると面倒くさいね、はい、これどうするんですかね。両走三走打っちゃうとすごく上がりづらいじゃないですか、はい、まあ、ドラ打ちました、ね、ドラ打ちましたよ。打点はあるけどってところですね、はい、うん、沢崎も合わせていく、うん、そして今野はチー、両万切りとした。ちょっと前田さんのドラ切りもあるし、勘助やめましたね、はい、さらに手出しでここは天敗をアピールしていく前田、うん、このトンは打たれそうにないということはシャーが、まあ、天敗、だ。リーチもあるか、リーチは打たない、積もればね、これ天パネですから、はい、シャアは2枚ありますね。さあ、今度も天敗だ、ウッパーマン、ここに4枚ありますね。あら、4、5、6、7、1枚、あら、最悪、これはだか
ったか。打っちゃうんじゃないですか。5か8どっち打つかですかね。ここは8を打って今野の上がりです。タンヤオドライチ2900の上がり。さあこの2曲は一本場となります。今野の連チャンです。ドラはまたしてもローソートン、ナン、シャーペー、ハク、ハツとあります。ヤンマンからドラローソーか。まあソーズの本質3つでしょうかね、ジャイアコンだけ多いんだから、まあ、努力重ねてね。そうですね、仕掛けるようなパターンにしていきたいんですかね。はい、1個2個重ねて、わあこれはかなりいいな。前田がいい。どうだ、国士じゃないですか、こちらも。あれ本当だ。ええ、これ九種ありそうだぞ。ありそうだね。三枚だけでしょ。五六七八十種だ。え？十種十杯。とんでもない。十種は久々に見ました。十種十杯ってめったにないですもんね、ハイパイ。そうですね。うわあこれでリアンシャンテン。イーマンと。イーマン白南急走ってことは3社あってんじゃないですか。そっか、かぶりあ、かぶりあったか、ごめんなさい。っていうことは九州だったのか。そうです。はい、失礼しました。さあ前田がねとにかくいいですから。うーん、3万数万でしょう。さあ杉浦も1,2,3、純ちゃん三色まであります。さあ前田がくっつきのいいシャンテン。ああここはもう9万引きということで打点は見ずにドラローを来たね。来ましたよ。これはリャンシャンテン、はい、急走イーマン、ナン。ピンズの馬強がいいからね。なるほど、はい、ドラ引きはもう見ず、目をつぶってと、はい、さあキューピンを余らせてくる。いやらしい想像っぽく見せてですね、はい。さあここは沢崎も出上がりまで、ね、これイーマン待ちとかになったらね、うん、結構ノーケアで打たれる可能性が出てきますよ。先にピントはいきませんでした。今度もダブトン重なりましたけどね、まだナンシャーペー白髪とありますから、はい、アイーマンがあと1枚になってきしまったか。きつうかが見えてきた。さあ前田はくっつきのイーシャンテン。ペイは持ってる。モンローチートイだったのか。今野と沢崎の手配合わせたらとんでもない手になってそうですね。さあ天杯。ここは薄いけどいい町ですね。はい、手堅く闇点。手配には杉浦が1枚持っているだけだから、リャンピン1枚とウピン1枚か。あ、今なくなった。ただまだ出上がりの可能性はあるが、いけない。さあ、今野も形はできましたが、まあ、まだまだですね。はい。まあ、さあ、タンヤオもついたぞ。前田さんの目からはまだ否定はされてないですもんね。そうですね、目見えてないけど、はい、
このカンリャンソーも弾きました。ただね、もう白トンが、白がなくてトンが1枚か。リャンピアテレヘダ、これは止まらない。前田の上がりとなりました。しかも3900は嬉しいですね。はい、はい、単品イペコ3900は4200です。まあ、次の Q1 でもう一回サブロワンとスライドすることもあったですね。はい、澤崎さんがずっと積もり続いてるわけですけど、もう一回手出しが入ったりしたら、はい、Q1 持ってきた時にはサブロワンっていうことですかね。今のうちというね、はい、Q1 切りで単4に構えました。さあトン3曲、杉浦のエヴァンドラバー、ウソ。ソーズ一メンツ悪くないですね。マンズで両面ターツもある。さあ前田はマンズで一メンツです。3面級ですね、マンズは。あ、本当ですね、4,5,6,7,8とあります。ドラドラ、沢崎ドラドラ、今度は白統一、ピンズ一メンツ、全員悪くない。この曲先手は誰が取るか。うん、これは嬉しい。カンパーピン引き、白あんこ。さあ杉浦も2面爪が完成、全員手が進んでくる。さあここは目いっぱいです。この時はピンクが勝負ネクタイだね、はい、確か。ピンク好きなんですよ、はいはい、かんちゃんは、はいはい、20代の頃は、うん、ピンクのジャージにピンクのカチューシャをつけてそうなんだ、はい、よく麻雀をやっておりました、杉浦。まあだいぶおとなしくなりましたけどね。さっきの前田さんの理論だったらピンクゾーンになりたくてつけてるわけじゃないでしょ、それはそうじゃないですか、当然。そうでしょ、なりたくないよね、多分ね、連盟のあのシステムがなぜか上が緑で下がピンクっていうね、はいはい、これ何色でもよかったと思うんですけど、そうですね、杉浦にとっては嫌な色だったかもしれないです。さあ今度はイーシャンテンです。まあ、もう一人あのピンクのね、あの沢崎さんはチームのカラーがピンクですからね、はい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 。さあこれイーシャンテンですけどどうしますか。ドラ2枚使いたいからね。ああ、3色は見切った、はい、はい、天敗だ、リーチでしょう。これは高めで、ね、いいペコ打点も十分だ。さあウッパーピ、高めは2枚、安めが3枚。カノスケも行き通過のイーシャンテンですね、はい。ドラのウソも2枚ありますしね。これは杉浦も上がるチャンスはありそうです。引いた、うわ、しかも多い方残った。パーソー3枚、パーソー3枚でもウッパーピンは5枚あるんですよ。5対3。サブローソー持ってきたらどうするんだろうな、関西か。確かにサブローソーはりゃウッパーソーじゃないですか、うん、ドラウソなだけに、ね、パーソー減った、パーソーあと2枚。沢崎だってこれ行きたいですよ、天敗は追っかけか。ドラ票だけど先制リーチがいますからね、偶然だけど、うお、取って闇天か、これもすごいな。うわ、高めツモだ、これ大きい。さあ今度これは大きなツモ上がり、リーチツモ白イーペイコーで23900。九死九敗で流された借りを返しましたね、杉浦に親かぶり。さあ、この4曲、前田の親番となります。ダブリーに勝るんですもんね。そうなんですよ。はい。ポンチ、カンがなければ、九死九敗が。順目だったら成立すると、はい、リーチはそれに含まれないんですよね、はい、
いいですね。スタメンズでドラ受けもある、うん、単品系です。前田沢崎はこちら同じくドラ受けがある。まあ今度はちょっと厳しい。杉浦も一メンツで統一が多いですね。はい、本物手が見えます。ただ、さすがに前田の方が速度はあるぞ。いいですね、これも6000オルまである。前田さんって肩こりとかないんですかね。いやー、まあ体勢がねこれは肩凝らないとおかしいですけどね。あれが楽なんだかな、もしかしたら。麻雀界の二大猫背として、はいはい、最高位戦のニーツ代表とライバル関係にある。ライバル関係にあるのそうなんだ。次世代を担う猫背のことでね、ちょっと肩には気をつけていただいて。はいはいはい、年取っていくとだんだん手が上がらなくなったりしますね。たまにもね、はい、腕上がんねえなっていう。前田さんはねさらに年上ですから。はい、うわ、来たぞ、リーチだ。高いね、ヤンソーは。さあ、高めのリャンソーがニヤマ、安めのウソもニヤマ。ん？はい、そうです。さあ、4ヤマのリーチ、リャンソー待ち。前田さんのリーチもやっぱりはい、後傾で高いことが多いから多いですね。うん、怖いですよね。今日はね、みんなリーチは後傾が多い打ち手ですよね。まあ、てか A1 で愚形リーチを結構打ってくるのは現状あんまりいないですね。愚形で安いみたいな。はい、意外とリーチだと古川さんが愚形リーチは打ってきますけど。そうですね、イメージないね。うん、あんまりいないですね。吉田忠なんてもう超打点系だしな。そうですね、この前メンチンリーチしてましたからね積もってましたけど3倍マンス。はい、リャンソーが1枚減った。次はチートイツのイーシャンテンですけど、チートイツのみですからね。嘘、どうなるかね。はい、先もなんとか形は残しているが、まだリアンシャンテン。もう今度はテンパイすら難しい手配。そっか、杉浦は安全牌がもうないのもあってスッチーピンは押していきましたね。ウーピンの壁。うん、さあ、キューピンが取ったリャンソーは残りはまだ3枚あります。高めが1枚。さあ、先中筋のローピンを切っていく。いいピンじゃないんですね。いいピン筋ですけど、うん、さあどうなるか。ローソーでイーシャンテン、いいピンじゃないのか。ここはいいピンだ。チーマンもドラ表ですけどね、スーマンが早いですから、うん、まあカンチーマンもあるといえばありますけど、親ですからね。はい、なんとかなりそうなのは沢崎だけか、杉浦も。あ、一応ノーチャンスだ、これ。ノーチャンスウーピン、うんうん。さあ、パーピン短期。
ハーピン短期よく粘りましたよ。あ、1枚あるか、1枚か。そうですね、ナイス粘り、うん、杉浦寛介の粘り、パーピン短期は1枚、まあ、次危ないの持ってきたらパーピン向き、はい、積もった。おー、これはすごいな。いやー、杉浦ここは見事な打ち回し、最後は当たり牌を重ねてのパーピン短期のチート1積も上がり、これいいんじゃないですか、すごい。ちょっと最後積ももね、うん、久津さんのチーホーの時のようなね、バシッと気合いの入った嬉しさも伝わってきましたね。あったですね、はい。いやー、もう前田の連チャンは間違いないと思って油断してましたが、うん、杉浦がここはかわしました。そのチートイツで800、1600、こういうのが面白いね、うん、なんか簡単に引かな い本当ですね、はい、はい。さあ、3回戦難入でドラはスピン、ハイパイは3トイツ、ん、前田がドラメンツができています。さあ今度はマンズが多い手牌ですが、ドラのスーピンが1枚ある。ここは自牌を打ってきました。前田は初を打って目いっぱい、単野行きたいですね。うーん、そうですね、単野行きたい。ドラも1枚ありますから打点も十分です。さあ、あんこができました。うん、まあ、これだとピンフか、はい。さあ、現状はいいシャンテンですが、の変化を見ていきたい。ヤンマンとシャアだったら即リーチもあるかもしれない。 あるかもしれないですね、はい。シャア狙い、シャア狙いです。その間にピンズが伸びたりすればね、はい、息痛感。さあ、今度はトンワンコにしましたが、難入しておりますので、これは役ではありません。チーマつもぎり、変化を見るならね、シャアとかリャンマン切りの方が優秀ですけど、変化見るならシャアシャアですね、一番ピンフに広い、はい、3万引き、ロー1引き、バー1引き、打った前田やはり即リーチに行く気があるというふうに見えますね、うん。さあ、沢崎ここは、おお、イースソ拒否の三層切り、トイトイもあります、チートイツもあります。今野さんはダブなんですが、何切って、まあ、差し子の三色もありますから、はい、うん。スーソー残しました。パーマン切りとします。杉浦も白本店のできるいいシャンテン、ドラドラ。あ、コーナーを切って目いっぱい、まあ、35,800持ちだからな。白本はいいスーピンに受けるんでしょうかね。アンコはサブローピンでリーチとかになるのか。さあ、前田もハクを抑えております。ションパイ、うわー、パーマン切ったらチーマン、まあ、今度はでも振り手にしなかった、はい。ハクアンコ、これはサブローピン、いやでもつもりさんアンコだな。ウーピン来てアマテンもありますね。ありますね。まあ、サブローピンリーチは自然だけど、はい、まあ、結構読み筋に入りそうですね。さあ、
入ってもつもりはいいんだと、うん、そうそうそう、まあどうせね、うん、これリーチ打てば出られるわけないんで、はい、さあサブローピン、ローピン1枚と3ピンが2枚、三山来た、さあ3ピンを引き入れて今野も天敗だけど、まあ、C1 が3枚切れてるからダブルワンチャンスで9万、はい、このリーチシャンポンでちょっと怖いですよね、ちょっとそうです、ドラの両面ターツ払ってるわけですからね、9番9番打って両面変化したらかな、はい、あパーマンの方にした、うん、一応ションパイはやめとこうと、はい、うーんピン、イースピンのシャンポンに受けていたらイーピンが1枚だけでした、山に残ってる方を選んではいるんですが、坂崎これは3番5位シャンテン、リャンスはポンテンになるぞ、一旦パーマン、ブローピンは残り2枚引きたいな、はい、あ、地層は勝負か、どうする、あでも薄いんじゃなかったかな、 1,2,3,4,4 切れ、ちなみに4切れだけど4山白がションパイ切って闇点役なしですけどね、うん、入り目です、さあ、あれ積もり数はこうイーシャンテンですね、これでもローマン現物か、リャンマンスーマン無筋ですからね、さすがにローマンになった、あこれでもスチーマンは通ってはないですもんね、はい、ここは急ぎりになります、うわー地層か、地層リーチしてなかった、積もった、でもでも積もった並んでいた、強い、スモドラ1500戦、なんかやめるものがあるってことなんでしょうね、ダマ手にしてる以上ね、はい、さあ瀬戸熊直樹張りの闇点でのスモ上がりです、エリアテリーチ言ってる人も多そうだね、そうです薄いけど、うん、さっさんなんかね4枚山にいると思って、はい、そうですね、はいはい、4枚しか見えてないんで、はいはい、刻んだ方という、はい、あの戦術があるんで、はい、時代の最先端に行く戦術ですよね誰でもできる戦術なんですけど、はい、そこを極めていますから、はい、久さんの場合はそういうシンプルにやるっていうのもね、この麻雀においては非常に大事ですよ ね、なんかごちゃごちゃ考えてもね、本当見えないところも多いから、はい、見えるところで戦うのも大事と、そうそうそう、引き算だけど、はい、さあ今野の親番でドラバスそうです、やっぱ今のリーチは怖いですよね、カンスケのリーチは、そうですね、うん、ドラターツ、はい、ウーピンスーピンですから、うん、イーシャンテンに取れるけど取らずですね、はい、さあ親番は今野ですが、今野の手牌はまだ一面つしかありません、こちらです、ドラドラになった、でもこれは嬉しい、さあ手形は杉浦の方が良さそうです、前田もピンズで一面通、まだ3回戦の途中ですけど、やっぱでも前田さん立て直してる感満載ですね、はい、ありますね、1回戦目のね、1回戦のラスはだってもうガタガタっといってもおかしくないんですけどね、今日プラスで終われればすごいよね、はい、大きいです、さあパースワンコにした、もね、前田は第31期の方多いなんですが、
まあ、翌年ディフェンディングで、決定戦出ておりますが、それ以来の決定戦を、もちろん A2 リーグに落ちてましたしね。ああ、はい、久しぶりの決定戦を、はいはい、何年ぶりだ、6年ぶりか、目指すという格好になっております。ちなみに前田が優勝した時は藤崎勝俣瀬戸熊を破ってます。誰がチャンピオンだったんでしょう、その時は。その時はおじさんです、藤崎さん。はい、まあね、決定戦なんで全員強いのは当たり前なんですけどね、はいはい、さあ前田がいいシャンテン、これはウーマン切ってますけど、デビロク持つか、いや持ちません。ピッツのくっつき1本という形、昔は観戦もできたんですけどね、鳳凰戦の。そうです ね、 決定戦ね、はい、うん、まあ、放送になりましたから、はい、でも独特な雰囲気でしたね。そうなんですよね、リアルの観戦の方がいいっていう人ももちろんいますし、まあ、ただね、多くの方に見ていただくのはもちろんこの放送の方ですから、はいはい、あれってでもトイレ行っちゃったりすると、はい、すぐ後ろに回されちゃって見えなくなっちゃうんですよね。休憩時間中に割と早い、前の方の席、席じゃないんだけど、はい、場所を、確保しないと、確保しとかないと、うん、結構見えなくなっちゃったりしますね。はい、久さんもね、前原さんの決定戦とかね、あ、そうですね、見てましたもんね。一番最初は原さんの決定戦を見に行った。なるほど、はい、その頃はまだプロ連盟には入ってないですね、はいはい、前がまた役なし転敗、ドラ引きでこれ崩すか、崩していった、うん、やっぱり今外すならウーソー切りの方が優秀ですか。そうですね、はいはい、もう一回ドラ重なっても、そうですね、そうですね、はい、またタイヤの変化、うん、さあこのドラドラいいシャンテンまで来ました。杉浦天杯完走、役割ですね、単位ですから、はい、前田の嘘はドラを引くと危ないけど、ドラはないか、ドラは山にはない。沢崎もいいシャンテン、ピンクのいいシャンテンです。この天杯リーチに行く。さあドラがないが3万は1枚あるか、1枚ある、3万が1枚、次は数万プッシュ、した、ね、数万プッシュです。2万のワンチャンスか、はい、さあサブロソ追っかけもある、ある、いやいや追っかけない追っかけない、やめる範囲はあると。サブロソ1、2、3、4、5、ローソー、タンヤオドラ1、2600、聞くね、ダマテンだけど、うん、これで減点だ、はい、しっかりこうやって要所で上がって、本当ですね、はい、本当に一人旅になるパターンが少ないですよね、うん、今のも完璧、まあ、当然ね、もう天杯外したのが今の上がりに結びついたわけですから、はい、さあ南三局杉浦の矢番です。ドラはパーソーアンズ一メンツ、そうか、今のトップ目からの補充だったので沢崎が一人沈みになっている。ドラドラですね、大チャンス、あ、形いいですね、はい、今度もいいんじゃないですか、1メンツパーピン引いたらもう無敵です、これは。うわあ、いいぞいいシャンテン、あ、カンパーピンも3枚ある、ある、
沈んでるからこれパーピン引いたらリーチあるんじゃないですか。ありますね。3000、6000引けばトップに近づけるし、はい、もうトップですね。3000、6000は、あ、違うか、ちょっと200点とか、ね、200点、うん、いや、これもリーチかいかないか、まあまあ、うん、さあ、パーピン3山ローピン引いてリーチかな。あとは9ピン、ね、パーピン、なるほど、なるほど、はい、パーソーでもいいかもしれないですね。うん、お、なんか面白いですよな。さあ、次ランコが2つ。沢崎にすでに大物手が入っているぞ。さあ、今野が動いた。急所だもんね。はい、ドラヒョウの感知装置して単葉のイーシャンテン。これを見てつもぎりリーチに行くのか。いやいや、どうでしょうね。待ちが悪いですからね。はい。僕ね、行くと思います、これ。リーチ行く？はい。そうかな。僕は沢崎の麻雀もう10年見てますから。ごめんなさい。行かないでしょ、これは。やっぱウッパーピンになったらですね。うん、はい。沢崎の麻雀は難しいですからね。そうですね。本当に相手のこう仕草とかも見て、カンパーピンはあくまで闇点ということですね。うん、街が変わってどうするか。さあ、なんだ、すごいツモだぞ。すごいな。インシャンテンか。ただ、鎮逸への変化も見たいところではありますが、うん、ローソーで、これはインシャンテン、はい。スッチーピンが入ると、スッチーマン、パーマン、キューマン。うん、チームないけどね。あ、そうですね、はい、はい、数万パーマン9万という変則町、なかなか見ない町ですね、これは。珍しい。はい、さあ、パーピン顔出さない。あ、これで今のパーピンは止まらなくなった。杉浦はもともと止まらない。前田は止まりそう。ここで、いやー、ただ形が悪いですからね。うん、そうですね。うん、親番だし、2万とか3万引ければピンク。そうですね、はい。チーピンでリーチか。あ、パーマンがない。9万が1枚しかない。これは全部役なしですね。そうですね、はい。パーピン深いな。杉浦もおそらくパーピンは積も、あ、違うか、ウッパーピンに変えるか。単葉だ、スーソ短期。これ単葉ですからね。9万切れば短期待ち、スーソ短期に受けた、はい、これがなんと2枚山、うん、さあ、パーピンはどこだ。深いぞ。大体ね、杉浦に1枚いってもつれるパターンじゃないのか。今度もまだいいシャンテンです。うー、ビーテテンパイ、どっちだ。換算マンです。換算マン、これは山に2枚ある。前田に2枚あるだけ。パーピンがさ、はい、3万。いや、あー、つもぎりになったか。そうですね、ここはパーピンが顔を出す前に3万が山に積まれておりました。タイヤをドラ1、2000点の上がり。今の4万が早くてね。そうなんですよね。最後4万切りだったけど、はい、まあ、例えばスライドなんかもあるから。そうですね。うん、さあ、ドラは2万、3回戦オーラスです。うん、
ットメンツですか。よくはないですね。まあでもいっぱい。さあ今度は123の3色が見える。これはいいですね。形も悪くないので。純ちゃんまでありますね。そうですね。まあ、1個自力でリャンピンとかリャンソーとか埋められたら、はい、逆のリャンピンリャンソーをチーして6球勝でスッと上がる点もあるんじゃないですかね。オーラストップ目ですからね。しかも僅差、うん、この局面はいくら今野とはいえ早上がりに徹する可能性が高い、うん、チーテンファイルになればね、はい、難しいな。ここは9ピンか。さあ親番の前田はチューンを重ねて、これで動きも使える、仕掛けも使える。ダウンは握りだったんですか。ダブなんですけど、はい、澤崎さん本当だ、切られて重なる。さあ単ヤオならドラのいい間を打つ手もある。打ちそうですか。ヤウマンだ。さあこれでイーシャンテン、澤崎も、まあ、可能なら前田の原点をこう割っていきたいんですが、ちょっと手配的には現状、うん、7-8-9 になっていけばというところですかね。さあそこまであれじゃないですか、こだわんないじゃないですかね、うん、はい。さあカンパーマン引いて前田イーシャンテンです。全然はい、この杉浦はあまり手が動いていない。逆に前田は動きまくってます。はい、ここはペンチースを立つ払ってシャンポン3つのイーシャンテン。リャンピンはやむにないんですね。近野さんの欲しいリャンピンは。ああ本当だ。川崎に2枚前田に1枚場に1枚。さあこれでイーシャンテンですが、スーソー打つか。ああここはスーソー切り、ヤンソーもヤオで1枚か。ちょっと厳しいですね。まあ川崎がリャンピンを打つパターンはありそうですけど、やはり前田の連チャンになるのか。これで酸素は持ちました。初を切って目いっぱい。うわピンフ、ピンフでしたね。うん、2差しでした。でもドラがいいマンか。さあ杉浦2面詰めが完成というか受けているか。いや、さあ前田はこれでチューンのポンテも取れるようになりました。タンヤオがついた澤崎。これどうですか。ポンテンチーテン先点終わらせますか。うん、うん、そうじゃないですかね、はい、はい。これ以上打点上昇も見づらいんで、2個見づらいですよね。リャンソー、これでリアンスがなくなった。あ、リアンピンになるか。これはチーテンでしょう。まあでも明らかにおかしいですね、このリアンピンチーは。おかしいね。杉浦からリアンスが出ることは、第1打いいピンで、4時目もいいピンで、1、2、3にこだわるってことは、はい、
まあ、一気通貫とか、はい、まあ、1、2、3ですよね、うん、3色これ9ピン目4枚見えてるからピンズの1つがなくて、はい、となるとまあ相当1、2、3だろうということじゃないですか。杉浦から見るとリャンソー4枚見えてますからね。リャンソーがもうこれ本命リャンソー1点読みできておかしくないです ね、うん、ですね、杉浦からは、はい、ファンパイがアンコっていうのもおかしいですもんね、これピンズの基準から、ね、はいはい、なかなかね1点読みできるケースって少ないんですけどね、うん、そうそう、これは結構できそうですね、はいはい、この杉浦の手配からだけですが、そうそう、前田からするとまだいろいろパターンがありますんで、うん、でもまたイーシャンテ復活、はい、一回ちょっとやめましたけど、ね、イースピンがもうかなり薄かったんですね、はい、あ、沢崎ションパイの注文っていった、ドラム打っていく、さあ、テンパイ、スッチマ振り点ですが、ウソは打ちやすいかな、まあ、1、2、3ができてるとかあれね、仮定すると、そうですね、前田から見るとその可能性があるんでと、あ、さあ、ただここは打っていった、カウンスケしかわからない情報ですね、はい、そうなんです、ここはね、役割が全部ないんだな、多分シャーリュー、ハクチュン、はい、うん、これ杉浦ってもう今野の打点も2000、あ、違うか、純ちゃん、ちゃんたが1割あると3球まであるのか、まあ、相当なさそうなんですけどね、はい、じゅんちゃんとかちゃんたかんだったら EP がやっぱり、ね、そうかそうか、そうですね、引っ張られてもおかしくないですよね、2000点濃厚だとすると、うん、これ前田もテンパってそうじゃないですか、ウソを着て、はいはいはい、リャンソー打って終わらせるっていうのもないか、念には念を入れて打たないんじゃないですかね、はい、さあ佐々木テンパイだ、関数ソ握れか、握れだけど二山前田にも通ってないですから、3万が今ね沢崎通ったんで、イーソーとかは打てるね、そっか、イーソーってイーシャンテンでローマン勝負、うん、でもツボバンないですね、ツボバンないか、相手は今野です、ただポンがねできますから、一応イーソー打ちますか、リャンソー打ち考えてるのかな、ちょっと分かんないな、それは、うん、ああ、それはなかった、これは待ち替えもできますね、安全な方を選びたいが、2人転敗までなら前田さんも大きいだけどな、うん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 、杉浦のローピンがどう見えるかですね、まあ安全そうには見えるけど、補充してしまうと減点はあれですからね、前田は大体2000点はあるわけだからね、はい、1、2、3の3色とすると、はい、で両方今野には当たっておかしくないんですね、できてると、うん、1、2、3ができてると、そうですね、はい、やめもあるか、いやここは9万、踏ん張って9万いった、あ、合わせる、配定は何がある、チーピン、沢崎さんにどうか、親には通ってますね、はい、関助にも通りそうですね、川崎にどうか、ローピンのワンチャンスですか、チーピンは、まあ、もう一曲あると思う、はい、思えば、まあ、やめてもおかしくないね、はい、前田さんテンパってるでしょってなるから、あ、やめた、はい、これやめたら2人テンパイ、そうですね、沢崎がテンパってそうですもんね、はい、で何点って言われるか分かんないですから、ここは念には念を入れて今野は折りを選択して、前田沢崎の2人転敗でした、3万3000持ってたら場合によっちゃやめたこともあったかもしれないですね、うーん、なるほど、3人転敗はちょっと寒いから、はい、ちゃんと手を挙げました、
さあオラス1本場はドラ3ピン、前田の手牌になんとドラが2枚、トンが統一、ナンも統一。うひゃー、これは1万2000コースだぞ。さあ今度も悪くないが、したいですかね、はい、まあでも出たらポンでしょうね。誰も持ってませんね。ドラはもちもちになった。近藤さんもインシャンテンですね。両面カンちゃんですね、はい、ただサブローピンが薄い。3ピンなしのローピンが2枚。カンパーソーはまだ2枚残っている。カンパーソンも2枚か。さあ前田打点は見えるがまだメンツはなしです。起きた、これは大きいですね。トン投げれば、はい、トン投げたらもう両面両面の1万2000ですからね、はいはい、ポン点になるところで、いいところでトンがいそうな気がするが、ピンチを残しますか、残さないか。ドラジャンとは固定。さあこれで両面両面、今のトップ目なのでチー点も入れそうですよね。ありそうですね。はい、パーソー2枚切れ、パーソーがそうですね2枚切られました。沢崎は4統一、どちらかというとチー統一なのか。さあさらに目いっぱい手広くなる。杉浦はドラドラですが、リアンシャンテン、パーソーがしつこい。これで3枚目となると今野もパーソーにはしたくないところ。ペーまで、ペーか、ペーポンでトントンもあるかな。ペーポントントン、なるほど。サブローピン待ち、はい。さあ今野がサブローピンテンパイですが、これはローピンが2枚、はい、杉浦もドラドラいいシャンテン。トンじゃないですか。だペーペーだ。さあこれはポンしてペーペーでしょうね、うん、両面両面のいいシャンテン。1万2000、1万2000ですよ。いやー佐々木ウーピン打ってるけど、ここはスーピンつもぎり。杉浦もドラドラですからね。これある程度は行きたい。パーピンもないですよ。でもパーピンもないのか。さあこれは目いっぱいに酸素1枚切れか。沢崎さんに対してだけちょっと怖いかなという、はい、カナスケの現物だし、今度には筋ですね。さあ今度はローピンが2枚山。あ、チーだ。いい装置。さあサブロマンどうだ。手牌には2枚しかない。捨て合い2枚。
4山1万2000ですよ。今度さ止まんないな。止まらないでしょうね。サブロービームよく見えてるかもしれないし。4対2。杉浦はチーソーでは転敗しない。チーソーはしかも通っていない。ハクションパイ、いやドラドラとはいえやめるか。パーピン打つのかな。一回パーピンはチーピンのワンチャンス。ウーピン切られてますもんね。そうですね、ウッパーピンはないので。いやーリャンマン打って丁寧にやめてもいいけどね。はい、うん、ここはパーピン。さあ上がりそう。前田のサブローマン、うわリャンソー、ローピンも2枚あるから。はい、いや分かんないですよ、今度が上がるパターンも。よっぽどある沢崎が天杯取りに行った。パーピンポンだ。これでイーシャンテン、うーまあ、ここはパーマントスライド。どっちだ。さあサブロマン4枚、上がりでそうだな。まだ4枚。いや、いない。さあ、手広くなります。ウィテンブ組ですが、ウッパーピンの受けもできた。スッチーソーが通ってないんですよね。ピンズ、スーピンピンは通りますね。いや、いった勝負だ、今の。荒ぶっている。さあ、今のも天杯がバレるぞ。天杯ですね、これに数層いったら。パーマン数層と言ってますから相当強いですね。ローピン打たない沢崎。うわいっちゃうか。止まるか、止まった止まった止まった。冷静に止まる。止まらない。前田の上がり、しかもドラドラで難が隠れている。打点が分かりづらいっていうのもね、一つ厳しいところですよね。今のトンナンドラドラで12,000、12,300。勝ち頭になったな、これだな。一回戦運ってましたけどね。いやー強いね、本当に。前田レンちゃん、日本馬でトラス数走。今季の前田と柴田は沈む気がしないですね、あんまりね。柴田さんも4節続けてプラスか。柴田、そうですね、はい、前田も今日プラスになれば4節連続のプラスと。200ぐらいまで行きたいですよね。そうですね、一気に行ってしまえば、相当、うん、安泰になってくるんじゃないですか。はい、さあ今度は何が統一。前田ここまで来たらもうなんか原点とか気にする必要ないですからね。そうですね、もう稼ぎたい放題になりますね。という気にを狙って行きたいところ、はい。沢崎がここはいいピンの統一落とし。一応今の1万2000の横移動で沢崎は3着も見えてきてはいます。3900差、はい、700、1300で変わりますね。4番ですね、はい、はい、本場1本で400点変わりますからね、つまった時にね、はい。
4バレば800で、はい、3級差ですから、まあ、3-1 を普通に変わればいいということで、はい、鎮逸が見えてきましたか。杉浦はマンズの鎮逸が見えます。さあ今度は役割のイシャンテン、はい、イースマンとカンローマンのイシャンテン来ましたよ。ちょっと待ってください、これ中連リアンシャンテンじゃないですか。イーマン1枚切れ、イーマンあるぞ。これイーマン引いたら一気に本当に中連が、イーマン3本チーマン、あーでもチーマンが1枚しかない、でもありますからね山に、うん、中連ポートなんてこんなあの薄い牌引いてこないと大体できないですからね。まあ、でも E1 出たらポンしてんだな。うん、さすがにそうですね。ああ3万は沢崎に1枚、はい、E1 うわあ1枚高かった。8万3万1万あたりはなくかな。そうですね、はい、ドラ、これはドラは切らない、三層切り、はい、沢崎さんは跳ね回れば向きまで行きますけど、一応そうですね、単品三色まで形はありますから、はい、ないとは言い切れないし、ただ前が来るか、ちゃんとできればスチーピーの単品抵抗ですけどね、九層切りっていうのあり ありましたね。ドラドラ、ドラドラ、これでも跳ね回のパターンがある、はいはい、三層並べる、こんなってあ、これだったチーマンはチーだ。あ、チーじゃないわ。ごめんなさい。チーしてもいいんですけど、しませんでした。うん、前田の手は、ジャントが別でできれば、スッチーピンで、どっちでもいいペーコーという形ですね。はいはい、さあ、リャンソー。もうここは形決めていった。あ、数万だ。ここは今野の上がりです。いいペーコー。1300は1900。はい、ということで3回戦が終了しました。3回戦はなんとトップに前田、2着に杉浦、3着今野、4着沢崎の並びです。はい、以上並び。